寝起きですか。寝起きでよ、そりゃおはよう。あ、はい、どう。またもう、起きてる、起きてるよ、起きたよ。アラームで、めっちゃアラームかけた。頭、おはよう。あー、きしごい、えらい天才カビ。頑張ってる、おきい。あ、ゾウの方、ありがとう、おはよう。おはようございます。ピアコンさん、400回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。おはよう。よいしょ。おはようございます。よいしょ。どうも、おはよう。おはよう。ヤンキータも声かわいい？イゾウと一緒じゃない？イゾウと一緒の声じゃないよ。アラーム何個前で起きた？覚えてないよ。おはよう。奇跡だ。はじめまして。何言ってん？何言ってん？おはよう。父さん起きちゃったか。ご飯まだだよ。ご飯お昼。ご飯まだだよ。父さん起きちゃった。起きてる。これは夢なのか現実だよ。起きた。よかったんだよ。あ、ゾウの方に言わなかった。ありがとう。こんにちは。こんにちはじゃない、おはよう。お昼かと感じて目覚める。でも泣かないわ。そうだ、お昼はない。あ、起きて、私が起きたらね、ブーも起きて泣くんだけど、なんか言って、なんかね、わかっちゃう。松吉さん、400回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。お腹空いてるんだよね、ちょっとね。めっちゃコロコロ言ってる。おはたもー、おはよう。いつもの方ありがとう。2度目の方もありがとうございます。おはよう。今日は日曜日。こんにちよび。こんにちよび。あざまい用意しながら聞いてる？はい、受けてね、みんな。あとの方ありがとう。おはよう。今日は病院だね。いけるか？ピンク神山さん、400回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。トロがこんな早く起きることはない。きっと俺はまだ寝てるんだ。起きてるよ、起きてるよ。明日は月曜日。明日月曜日よ。わーわー発揮するなら、それか嵐くらい。ありがたいな。意外と毎日投げてたけど、スペシャルエース初めて出た。ありがとうな、毎日。これは夢やなって。ふうさん思ってないよ。まあ、たまー、おはよう。いつもの方、二度目の方、ありがとう。もしかして寝言配信ですか？寝言で配信できるか。でも、一応寝ろ。お、朝さんたちはみんな、レジからずっと配信してんの？すごいな。さすが、それは無理だ、さすがに。ないし、無理だ。すごいなぁ。ほんとだ。理事からだ。すご。もうちょっと、リキュシキしないわ、それは。すごいね。あ、S リーグの方が多いね、それ。確かに、みんな配信してる。
ザムの方ありがとう。こんにちは。タバはちゃんと寝たの。2時間ぐらい寝たかな。2時間。2時間ぐらい寝ました。浜松の IH さん。200回目の方もありがとうございます。ありがとう。たくさんありがとうね。タバの方ありがとう。微力ながら微力です。なんだそれ。微力ながら、なんか、応援してますみたいな感じじゃなくて、微力ながら微力です。どういうことなんだそれ。マータム、おはよう。うって早起きなの。イベント最終日だから。ガチイベだから。イベント最終日だから、早起きした。マータム、おはよう。とはね、あとね。眠いよね。無理だよ。眠いよ。寝ないと。歩きながら寝ちゃうから大丈夫よ。おはよう、おはよう。みんな、キングリッター、ありがとう。ヤスさん、たくさんありがとうね、キングリッター。ありがとうございます。よしこっこくんさん、あるリグリッターたくさんありがとう。パパさんも、ありがとうございます。みんなありがとうね、あるリグリッターたくさん。今日は10時までずっと泣きゃ出るよ、あるリグリッター。あるギュッターがあるのです。ありがとうね、ひさたんさん。R リーグギフト。2度目の方ありがとう。今日はどうにか頑張って、明日は一日中寝てください。明日たくさん寝る。そりゃたくさん寝させてもらいますよ、明日は。ねえ、今日したとき寝る。やる気だ、変わるよ。おはたも、おはよう。あるはリアルゴールドの略ですか。なんでリアルゴールドになるの。ショールームのルームね。おはよう、おはよう。でも、ブーちゃん17時間寝た。17時間も寝てた。二度目の方ありがとう。おはよう。今日出かけるの。今日はブブさんの病院に行く予定ですね。明日は夜だけ走って夜するよ。そういうつもりですよ、そりゃ。お昼は明日はないかな？ね、ブブさん。ずっとゴロゴロ言ってる。二度目の方ありがとう。おはよう。RG と34まで1個足らなかったろうで R。何それ。ダメだよ。寝てからお出かけ？いや、寝ずに行きますよ。そうですね。なんでこれ。ふふふふ、今ここにいるから。アルギート全投げして、ありがとう、ありがとうね、みんなありがとう。たくさん皆さん、明日は15時間寝るよって。たくさん寝る明日。最長何時間、最長1回じゃない、合計で11日18、9ぐらいじゃないっけな、確か。こんぐらいだよね。何でしたの、大丈夫、移動中にね、大丈夫。朝配信はそう1時間だって。ウブさん連れてくるから。おはよう、おはよう。ウブ超えて、いやウブ結構そんなに寝てるよね。ウブさん全然起きないもん。あったもん、あったもん、脳みそくさげそう。そんなもんないよ、そんなこと。エスさんファンレベル35、あいとちゃいます、あいと。おはたむー、おはよう、おはよう。よく寝てるね。早く寝てないよね。水シャワー浴びた、目覚めて。やだよ、水シャワー。やだ、その目のさ、あいとー、ついだーってなるじゃん。ふふ、古い。やだよ。朝ギリまで寝たよね。ね。ブブさん、ね、ブブさん、そうだよね。ずっとブブさんに話しかけてる。ゴロゴロ言ってるからずっと。皆さんに猫パンチしてもらったら目覚めます。やだー。ブブさん怒ってる、そしたら。や
原さんの呼びかけでみんな追っかけてる。影響力すごすぎ。もうそれお仕事とかじゃないよ。ワンタンメンさん、R リュウイト、たくさんありがとう。ありがとうございます。みんなもありがとう、R リュウイト。あ、たぶん、おはよう。ミュージカル終わったらどんな内容の話してた？確かに。すごいなぁ。ニコルさん、リンボースターありがとう。お風呂入って洗濯して今ご飯食べてる。だからすごい。YouTube なのに、お仕事の方もいるでしょ。いるよね。おはよう。ふうさん寝ていいよ。そんなずっとゴロゴロ言ってないで。期待してあげて、ふうさんのゴロゴロ。ふうさんずっとゴロゴロ言ってる。寝てんだよ、ウブさん。すいません。まったむー。うん、二度目の方ありがとう。おエスさん、たくさんありがとうね、キングリとさっきから。ありがとうございます。ダックくんさん、アルリュウさん、たくさんありがとう。おはよう、おはよう。二度目の方ありがとう。今日の配信のためだけに起きました。あ、そうなの？おはよう。ありがとう、来てくれて。あら、ラーメンのあるです。違う。なんでラーメンの？違うな。ウルームのルームだって。寝かせてからなんか買ってきてた。やだ。あなたじゃこっち来なきゃいけないんだ。シャンシャンハニーレモン 350ml 飲んで飲みましたか？なんだそれ。ないよ。よかったね。今日もいいエンジンを。ゴロゴロ言ったの言ってるわ。キョナツさん、リンボスターありがとう。ありがとうございます。妹でいっぱいねえやってウーちゃんが言ってる。明日寝るよ、いっぱい。今はタクシーじゃないよ。あんなタクシーだなんて贅沢な歩きです。おはよう。今何が歌えてるの？今何も歌えたんじゃないから。出ないよ声、寝起きすぎて無理よ。朝ラ、朝ラいいね。エコじゃん。おはよう、おはよう。シワシワハニーレモン、ちょっとエコがシワシワになっちゃって。モンスターピンクのよう目覚める。モンスター緑がいいよ。緑か、あの青がいいよ。お休みなのに廃棄してる自分偉い。お休みなの？起きてくれてありがとうね。ゴロゴロも鼻詰まってるだけだってさ。違うよ。猫が美味しいとゴロゴロ言うじゃん。猫バス来い。猫バス？ブブさんが猫バスになってくれ。いくらブブさん？歩きですよ。エンジン103。RPM ですか？自動車の中ですか？わかんねえよ。わかんねえよ。レンタカー運転していかないよ。怖いよ、レンタカー。全然、ペッパーだよ、今。ヤギグマ前から好き。いつもだ、わかんなくない？違う？おはよう、おはよう。朝配信なのに、いつも無理。寝起きてくれたの？優しいね。俺に言えば50円で車出してくれたの？安いの。ウソ、そろそろ喋れるようにならないよ。無理よ。回転数どうする？ウブさん、グーフィーさん、レインボーさん、たくさんありがとうございます。ありがとう。シワシワハニーカボス 350ml。 カボスになってる。レモンじゃなくなった。フラマンさんもキングエッタたくさんありがとうございます。ありがとう。あとね、だから毎日朝配信に切り替えたかな。今日だけね、無理。今どのタイミングで病院って気づくのか。え、あれじゃない、ペットキャリーリュックに入れたらだと思う。おはよう、おはよう。クラ持ってないよ。使わないもん、いつも。
の方ありがとう。初音の方もありがとうございます。おはよう。朝ごはん何ですか？朝ごはん給食ですと食べようかな。給食デザート。大学前つもりもハスキー入ってくる中いつもにハスキーモンスターの青って何でしょ。青はあの0キロカロリーかな。マジ一緒、一緒っていうかあんま変わんない緑。あんま分かんないんだよね、なんか0キロカロリーとの違いが。コーラもだけどあんま分かんない。あんまくない、あんまり。ルーさん病院嫌がらないの？でもルーさんはリュックに入れてしまえばこっちのもんなの。リュックに入れてしまえば。初詣の方、2度目の方ありがとう。こんにちは。朝マックしない。え、朝マック最高だね。朝マック？でも朝マックってさ、お店行けばいいけどさ、デリバリーとか高いじゃん。なんか気色出ちゃったよ、マジ。ブーちゃんのために車買う。やだよ。いいよ。毎日朝配信もしたら800円できる。ウキウキしない。スクランブルエッグできた。スクランブルエッグいいね。朝ごはんって感じ。だけど合うのはすごいよ。合うとウイトリー、味の違いがそんなわかんないから。ユーリが好き。レッドブルは。普通の味が一番好きだ。おはたも、おはよう。パンケーキ、ハッシュドポテト。パンケーキは食べたことないけどね。シュドポテト美味しい。ハッシュドポテトずっと売ってほしいんだけど、朝だけじゃなくて。美味しくない？マックのハッシュドポテト大好き。運転手あります。言ってくれんの？朝マック憧れ？憧れ？なんで朝マックいけるでしょ。すぐいける。おはよう、おはよう。朝カレーありです。朝カレーあり。ホテルのビュッフェであったら絶対取る。朝マック好きだけど高くて買えない。お店行けばいいんだけどね。なんかデリバリーとかすると高いよね。クーポン使えないから。クーポン使えば安いけど。朝マックはバンズがモヒンなのが最高です。昼もモヒン壊れてくれ。確かにね、ずっとやればいいのにね。初詣の方ありがとう。おはよう。チョコラブさん、200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。マックのポテトは食べるといいよ。マックのポテト、マックのポテト冷めたらもう一回フライパンで焼いてる。モーニング結構お得なチェーンって。確かに。でもモーニングね、うまい。いけないな、早く行っていけない。おはよう、おはようございます。マックグリドル、100円の頃あったの？今日予定では寝過ごすはず。どんな予定よ。起きるって言ってただろ。おはよう。朝に飲むつぶらなかぼすがうまい。シュワシュワはないけどつぶつぶある。つぶらなかぼすおいしいよね。わかるわ。朝に飲むつぶらなかぼすがうまい。切り替えのタイミングで食材残ったり、全然。確かに。ずっと、でもハッシュドポテトをずっと食べたいんだけど、夜は。おはよう、おはよう。ライフハック。食べたポテトはフライパンで温めます。もう一回揚げるのが一番美味しいけど。フライパンで普通に油敷かずに、そのまま。焼いたら、ちょっとカリカリに戻る。代わりに朝マック行ってくる。いいな。シワシワハニーカボス。なんだよそれは。朝って、なんか朝って配信しますか。あれだ。あれだ。ダジャレ多すぎていいのかなって。マック4年くらい行ってないの。全然行ってないじゃん。サムの方、2度目の方ありがとう。おはよう。日曜日いつもならこの時間寝てる。私もよ。毎日僕も代わりに朝マック行きます。行っちゃいしょ。ふうさん終わりだそうだから
ケットタワーへ、うん、置いてきたウーさん。おはたま、おはよう。今日の朝飯の具材、昨日の夜のコロッケ。やばいじゃん、コロッケ。でも大体そうだよね、朝ごはんって昨日夜ごはんの甘いもの食べるよね。でもそんな感じだった。最近夜ごはん作ってないからあれだけど、最近自炊してないな。作ってないや。死ぬ死んでちゃった。バルミューダのトースターがあればいつでも揚げたて。持ってないけど。私は持ってないよ。バルミューダ高いよね。マック行きます。行ってらっしゃい。いいな、みんなマック行くの。あつもの方ありがとう。おはよう。キングリタワーの形しました。おー、あやささん、キングリタワーありがとうございます。ありがとう。あいつね、よいしょ、ちょっと待ってね。どれだっけ、これか。やすさん、キングリタワー、はい、ヤスさん、キングリタタワーありがとうございます。ありがとう。あいつね、残りが朝のおかず。嘘だるよね。確かに。フィケンさん、コメントありがとう。おはよう。なそれ、レッサーパンダそれ、マジ。今日も輝いてます。ありがとう。あいつね、2度目の方ありがとう。おはよう。やべえ、朝タムやん。何かとんでもないことが起きる予兆。何とんでもないことって。なんだよ。おはよう。マック違い。どういうことよ。マック違い。どういうこと。おはよう、おはよう。ショールームアワードおめでとうございます。気早すぎだろ。気が早すぎだろ。気がつかなかったか。え、わかんない。どういうこと、どういうこと。あ、パソコンの方ってこと。皆さん、昨晩のご飯は頭の指示のコロッケ。コロッケ、コロッケいいな。私も食べたいわ。雪降る。降らないよ。えらいできてる。はい。あ、朝から言うか。大丈夫。行きますよ。当たり前なの、クラッカーです。久しぶりに聞いたな、それ。よっちゃんさん、アルディゲストたくさんありがとう。パチロクさんも、ありがとうございました、たくさん。ありがとうね。アルディゲストたくさんありがとう。おはたむー。あ、ちょっと待って。PC のマークだったら持ってる人しかいけない。何言ってんの、マッキントッシュ知らん。マッキントッシュって何、わかんない。何それ。朝 MacBook から配信見てます。あーなんだ。MacBook から配信見てます。何それ。わかった。おおたはむ、なんかごちゃごちゃになってんな。おはよう。 PC の Mac 持ってる。あ、持ってます。私もリンゴのシール貼った。これなんだっけ、これ。これなんだっけ、なんて言うんだっけ、これ。タブレットにあのキーボードつけて、タブレットみたいなパソコン、パチモン。2個貼ってるから、シール、リンゴのシール。サーフェイスだっけ、サーフェイス。アップルのシール貼ってますから。まあ実質マックみたいなもんか。くもじゃ、朝は山田さん頭割らないから、頭割ってないわ。さ、今度はマック詐欺が始まる。どんな詐欺始めてんの、ほんとに。よかっちゃん、あるある、何言ってんだって投げやり剣、ツッコミのキレがすごい。ボケすぎなんだよ、みんな。おはよう。おはよう。さっき全部の三流
サンリオ一番くじ見かけたコギムのジャムと花丸お化け、あー終了しちゃってたの。なんかね、でも、あの一回引いたけど私出なかったんで、ね、3回引いてシナモンとキリーちゃんのクッションとシナモンの小物入れ出て出なかった。もう引いてないよ、そっから引こうかな。もうこれダッセー、おしゃれだろあーさウィンドウズマークは使ってる、マークは持ってないよ、小物は持ってないよ。そう、リンゴのシール貼ってるからさ、あのなんだっけ、アップルペイだっけ、コンビニ売ってるじゃん、あのカードのあれ、あれシールだからさ、シールついてるじゃん、あのシール貼ってるからめっちゃ椅子マークみたいなもん。全国アップル社が1980年から開発販売してるパソコンのブランド名、略称マック。そんな昔活用してんの、知らなかった。いいよ、アトムのことありがとう、おはよう。あ、マッキントッシュの略がマックってこと、知らなかった。ルリニーとマックは知ってますか、わかんない、わかんない。アトムのことありがとう、おはよう。トイレの保存容器はなかった、あ、なんかなんだっけあれ、タンブラーだっけ、なんか水筒みたいなやつだよね。中国の iPhone のパチモンがある、中国 iPhone のパチモンがある、あ、そうなの、知らん、ディスマークみたいなもんやったよそうでしょ、だってリンゴのマークあるんだよ見た目の方ありがとう、おはよう、おはたむー、おはよう。家のお母さんもアンダーレンのスマホにアップのシール貼って iPhone って言ってた同じことしてるやん、同じことしてるやんかわいいなお母さんおはたむー、おはよう。例えばあのアップルのあのリンゴのシール貼ったらなるから、アップルの商品におはたむー、おはたむー、おはよう。山田さん、世間みんな同じだよ、2個世間みんな一緒だったら、みんなもやってるってこと、あのアップルのシール貼ってみんなもやってるってこと、どういうことあれやってるのみんな何やってんですか本当にえ、ムブさん寝てるか。ふん。ムブさん寝てるわ。いいよ。お腹空いてきたな。お腹空いた。なんか食べようかな。どうしようかな。二度目の方ありがとう。おはよう。もう iPhone 使え。確かに。そんな穏やかな朝を迎えた東京です。いいね、なんか穏やかなさ、 iPhone は日本が一番、あ、そうなの、確かに iPhone の人多いよね。あ、頭の方ありがとう、おはよう。うわ、夢の中、夢見てるの、なんか寝るの、ブーちゃんは8度ね何回起きるの、何食べる、食べ、え、何食べよう、給食デザート食べようかなと思ってる、給食デザートかな、なんかゼリーとか食べよう。マックの月見バー食べてないや、でも芳醇月見バーガーみたいなそんな感じのやつは食べましたよ、美味しかった、めっちゃ美味しかった。なんかあの袋を開けた瞬間すごいバターの匂いして、あー美味しいね。いや他のさ、月見も行きたいんだけどな、全然行けてないわ、月見、月見全然食べれてない。いいよ、よかった、まず、お、499人、羽根馬さん今月もありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。中さんは iPhone12 という使ってます、
あ、一緒じゃん。私もよ、12。で、でも油そば。油そばいいな。ちょっと食べたい。目覚めの方ありがとう。おはよう。最初のレザーさすがに来てきた。ちょっとね。ちょっと。いや、でも美味しい。リンゴの皮はアップルのロゴの形にきっと iPhone に入ったら、アップル iPhone。もともと iPhone 使ってんなら、アップル iPhone、アップル本なのよ。ウニャは最高20時間過ぎ。めっちゃ寝てるからな、ウニさん。二度目の方ありがとう、かよ。よくじゃも実は夢の中で配信してたりして。起きてるだろう、起きてるだろう。簡単。おはよう。あと一人で夜間警備じゃないの、違うのよ。あの、あと一人で500人のだけなの。いいパイにアップルのシール貼ってアップルパイにしよう。なーに、そうだ。あ、ゾウの方ありがとう。おはよう。シール貼る人はみんな中に使うのか。そんなこと、次出たら買い替えますからでしょ。おはたぶん、おはよう。この配信夢落ちある？ないよ、ないない。ないよ。何言ってんだよ、みんな、ほんとに。何言ってんの？ずっと。ふぐさーん、なんか、ちゃんと朝起きただけなのにね、ふぐさん。なんか。言われてるんですか。おはよう。マックの芳醇月見と月見パイとマックシェイクのコンボが美味しかった。マックシェイク、なんでプリンだっけあれ。しかも良かった。マックシェイク、なんだ、夢じゃないの、今寝てないの、起きてんの。俺んとこ夢だったのか、夢じゃないの。ありがとうね。おはよう、おはよう。やっと目が覚めてきました。おはたぶ、目覚めた。おはたぶ、夢落ちはないよって言うなよ。何言ってんだ。ふふふ、何言ってんの。今日も昔のアポーペンを思い起こす。懐かしいな。ピピエピ、今日は月曜日です。今日日曜なの、ずれてるぞ曜日。よいしょ。あなたもおはよう。いや、そのせいで iPhone が PC 買えるね、何人までなんて。え、高いよね、最近。はい。毎回さ、買ってる人いるじゃん、iPhone。すごいなって思う。無理。高いよね。皆さん、夢なんで、もう一度食べないでください。夢だったか。珍しく早朝に起きてる。起きたよ、頑張って。今日は平日の日曜日。今日平日だったんだ、日曜なのに。なんで平日の日曜日って。ねえ、ブブさん。お薬。ピピエピ、懐いね。ね、懐かしいね。言わないでおいたら、何がよ。何がですか。お疲れ様です、お疲れ様。二度目の方ありがとう。ハロマンさん、マサユメタワーお願いします。なんだもん、マサユメタワーって。なんだそれ。これ以上に機能を上げても使い切れんよって思う。あ、確かに。確かに。二度目の方ありがとう。でも、キョカちゃんが珍しいことするか、台風が2個来てる。私のせいじゃない。私のせいじゃない。キョカちゃん、そろそろ寝よっか。なんで寝させようとすんのよ。なんでよ。アルリーグ見てなかった、全然。みんなありがとうね、たくさん。CSUNJ さん、読めなくなってるの。STIL さん、たくさんありがとう。エダッチさんもありがとうございます。タカトラさんも、アルリーグギフトたくさんありがとう。TM たかしさんもたくさんありがとうございます。みんなありがとう、アルリューグギフトたくさん。ピピュー歌って、ピピュピュー歌って元気出していきます。え、ピピュピーってカラオケにあんの？うん、無理はさ、歌わない。毎年買い取り乗り換えだったら数万で乗り換えれるからじゃない
地元は好き。あ、そういうことか。そういうこと。もう高いよ。大使は接待飲み会で無音でギュッと投げれません。接待飲み会なの？頑張れ。あと、おはよう。帰りにますよ。おぉ、キラキラー、すごい、ありがとう。フロアさん、キングリタタワーありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ませ嫁だ。ませ嫁だ。ありがとうございます。フロアさん、マジで。フロアさん、キングリタタワー、キングリタ、あ、打てた。キングリタータワーとはいいの、ちょっと。よいしょ。アルマさん、キングリッタータワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。2度目の方、ありがとう。おはよう。俺とは夢だったのか。夢じゃないよ。演出綺麗ね。ありがとうございます。頭の方、ありがとう。フォロー、ありがとうございます。ありがとうね。あら、今、辛いよ。頑張れ。ラジオかーい。ラジオよ。人気だもん。部屋の電気つけないまま配信してる。ラジオ配信の時、基本、部屋真っ暗で配信してる。起きてすぐ。うん。汗のクオリ、タブの配信見て酒飲みたい。チラチラ見るってこと、無言で。猫ママさん、ファンレベル14。ありがとうございます。ね。お方も、おはよう。いいよ。闇属性なのか。闇を感じる？嘘。闇感じる？いや、真っ暗よ、今。多分、画面つけても真っ暗だから。酒はもういい。そんなたくさん飲んだのけど。おはよう、おはよう。このステッカーください。どのステッカー、ピピピって入ってんのかな。本当に喋っていい、よいしょ、ピピピピ、あ、入ってるわ。入ってるか。知らなかった。キョカちゃんを接待したいな。PPAP の衣装着て頑張っちゃうのにな。惜しいな。PPAP の衣装着て PPAP やってくれんの。なんだそれ。そんなことしてくれんの？ちょ、見たいけど。おはよう、おはよう。日本で iPhone ユーザー減ったから、iPhone7 からボイスなら対応する。あ、そうなのね。ステッカー眺めながら息吸ってっか。はい、何言ってんの本当に。息吸ってっか。何言ってんの。接待タワーお待ちしております。なんだそれ、なんだそれ。いいよ、可愛い、ありがとうね。ありがとうございます。はいよ、みんな朝からあれだね。すごい、コメントいつも通りだな。PP の衣装も、PPAP の衣装持ってんのがすごい、確かに。普通持ってないよ。ゲートなり銀のものとか、物のものとか地獄？いや、わかんないじゃん。面白そうじゃん。もう知らない人だったらあれだけどさ。知ってる人だと面白いだろう。やすみさん、アルディビートたくさんありがとう。ありがとうね。パイナップル、アップペン。懐かしいな。2度目の方、ありがとう。おはよう。朝配信ご褒美だ。ありがとうね、今。ありがとう。キングリッタもありがとう。朝からツッコミキレキレですね。みんながボケるからだよ。みんながボケるからなんだよ。ボケなかったらこんなんじゃないよ。
初音の方、二度目の方、ありがとう。どうもおはよう。始まった、アイスバン食べよう。あ、全然とは思ってないわ。朝からボケれない、たまんないよね。よくそうだ、いっぱいたじゃりげるな。8時1分まで、8時1分までするか。1時間1分遅れちゃった。水準備して配信してたら。みんなボケるの義務やと思ってる。どんな義務。義務じゃないよ。おはよう、おはよう、おはよう、またもー。アミさん、キングリット、ありがとう、ありがとうございます。朝から焼酎ですか、なきゃないだろう。水だよ、お水。二度目の方、ありがとう、たまん、おはたむー。朝ごはんは給食デザートと思います。給食デザート。給食デザート昨日、毎日なんか食べたらなんか次の日食べるようなやつ解凍してるからさ。で食べます。おはよう、尊敬する、あ、なりゃよ、何がだよ。ポラさん、アルリグ人たくさんありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。二度目の方、ありがとう、たまん、おはよう、ありがとうございます。おはよう。最初は寝て起きたら次の日になってるパターン、そんなことない、大丈夫。朝からしょっちゅう飲んでるの、尊敬する、飲んでないの、やばいだろ、飲んでたら。やばいだろ。うん、2度目の方、ありがとう、おはよう。早く食デザート食べるとカニが届いちゃう。そうなの、でもね、だいぶ減ってきたよ。結構食べた、結構食べましたよ。あなたはだんだん眠くなる、やめてよ、そんなこっちゃの性格が起きてんだから。眠くなるだろ、ボケと初見すぎるってこそ許可取る、なんかやだわ。一回ボケ全無視配信してみて、タマのコメントの回数めっちゃいるから。何笑ってんだよ、ほんとになんかボケばっかするのが悪いから。おはたむ、おはよう、ハタモー、ハタモー、おはよう。むーちゃん代わりに寝てるから問題なし。ブブーが寝ても私の睡眠にはならない、ね、ならないんですよね。初夢です。何言ってんの、お正月みたいになってんじゃん。何言ってんですか。おはよう、何言ってやさん、キングリターでたくさんありがとうございます。逆に興味のあるコメントで溢れ返る。本当か。やばお母ちゃん、0時から配信すごいね、びっくりした、さっき聞いて。あつもの方、ありがとう、おはたもー、おはよう。12時か、ちょっと寝ちゃうな。寝て配信きっと止まっちゃうな、止められちゃうな。酒は酒持ってこい、姉ちゃん朝からいい加減にせよ。ないないない、大丈夫、ない。この後入院してブーの病院に遅刻する、大丈夫、ついていきますよ。入院すると気持ちいい、やめてよ、そんな誘惑すんの。ボケしか言わない人だと思ってるでしょ。その通り、その通り。何回1タム、2ブブ、3タムズ、なんだそれ。急なるコメントイコールダジャレ、ダジャレなんか。ダジャレ、あ、急なるコメントダジャレだって知らなかった。おはたも、おはよう、おはようございます、おはよう。寝てください、寝る気がないよ。ブブさん病院ついてっちゃうよ。二度目の方、ありがとう、たまん、おはようございます。ガクさん、アールリーグゲストたくさんありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます、アナさんとから、ありがとうございます。二度目の方、初音の方、ありがとう、おはよう。
おはよう、おはよう。仮に俺らが寝とこうか。仮に俺らが寝ても私の睡眠にならないから。なんだよ代わりに。おはたぶ、おはよう。ブーさん一人でいけないよ。ブーさんいけないよ。今セイクモード行ってきた？行ってきたの？何買ったの？二度目の方ありがとう。おはよう。どうも。だっておはよう、おはよう。おはようございます。みんな眠くないの？眠くないのみんな。ブー初めてのお使い。無理よ。ブーさん一人で無理よ。おはたむ、おはよう。あ、ゾムの方ありがとう。どうも。眠い。そうだよね。あれ頑張ってよ。眠いさ。あ、そうか。みんな眠いか。間に合った。ありがとうね。来てくれて。眠いよね。私も眠いよ。では配信終わればアンナさんのルーム、アンナのささんのルームに俺に行くのがルーティンか。ルーティン化してきた。皆さんのどこからも来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。何時まで配信しますか？1時間です。ブブさん別でくれて1時間します。んー、この配信のためだけに起きたから、終わったらさやさん寝る、終わります。ありがとうね、起きてくれて。いつもこの時間に起きてる。すごいなぁ。すごい、みんな早起き。今日はいつもの時刻に起きました。おやー、すごい。でも毎日配信する人、余計だわ。すごいな。もう夏毎日外に出てる人もすごいなって思う。暑すぎて。もう毎回もう外出るために。アナさんとかで投げて、お返しに投げてくれたら嬉しい。睡眠大工受けたまります。日給2000人もあるんです。1103円。高っ。あつもの方ありがとう。どうも。今から1時間ならまだまだろ。違うよ。今から1時間じゃないよ。配信開始から何言ってんの私。アミさん、ある理由とたくさんありがとう。会えてね。以上。おはよう、おはよう。昨日私は山田さんの気持ちが分かる。いやだよね。いや、夏、あんなついなく毎日外出てる人と、毎日早起きしてる人、本当にすごいわ。無理。無理だな。早起き、毎日早起きしてたらもう一日週もう2日ぐらいめっちゃ寝る日が欲しい。あと毎日外出てたら、毎日外出るのも疲れるじゃん。だからめっちゃ寝る日欲しくなる。アナさんルームで SOゲート投げた時、クータムレモが来たことを強調した方がいいの。あー、どうなんだろうな。アンネさんのとこからみんなどんな感じでしてるの。なんかあんまりさ、こう言ってほしくないルームの方とかもいるからな。どうなんだろう。どうルームよな。ほら、ありがとう、ありがとうございます。みんなどうやってんの。頭から山田京子ちゃんとかつけといたいかもしれない。あ、確かにさ、理科はね、なんか分かれば私のとこ来たみたいな名前とかで。毎日朝活？そんなことしてませんよ。そんなおしゃれなこと無理よ。あの、寝てます。山田京子さんさ、あの山田会の余興でアッポペある。なんだよ山田会って。なんだよそれ。おつたん、お疲れ様、おつたん。ボッティさん、
アンのおさらいさんのとこからアンナさんのとこからありがとうございますありがとう、アルディギフト、ありがとうございます。ほら、ありがとう、アイテムね。アンナさんとかいろんなルームから届け、あ、そうなんだ、ね、なこと、あ、たくさん寝ること、そうよ、私的には何言ってるんだ、こっちから外れって言っていた、はい、何言ってるんだって言われてた。おはよう、JD ですか、何 JD って、女子大生、あ、ズボンの方ありがとう、おはよう、今日人がいって、いろんなとこから来るから、許可たま呼吸してるだけで、呼吸してるだけでの偉いのか、あれだね、ヤーピーさん、アールリーグゲットたくさんありがとうございます、ありがとう、あいつね、あ、ほら、ありがとう、あいつね、初見、頭く初見すぎ、それダメよ、それダメよ、変ですじゃないよ、本当に違うでしょ、ルームつけていただいて大丈夫です、だってアンナさんとこから優しいうん、白猫太郎さんもアンナさんとこからありがとうございます、ありがとうお、ほらありがとう、ありがとうね、あ、多分エンジです、違うんですけど、違うんですけど二度目の方ありがとう、おはようございます、おはよう、ほらありがとうね、頭の中9割寝てます、私も7割ぐらい寝てる眠いよ、うん、おはよう、たまん、たまん、たまん、お腹すいた、お腹すいた、みんな待ってすぎた、アンナさんのとこに投げに行こうって、ある方よければアンナさんのとこに、おはよう、おはよう、あやけさんもとか、今日いいことある、あるといいな、食券詐欺だとリアルガチの事件食券詐欺誰だな、ムーさんの鳴き声はエンジン音です、何言ってんの、何言ってんのキラボシヤグカーニョ、ありがとう、あとね、おはよう、おはよう、まず終わったら朝ごはん食べる、始まったらお腹空いちゃった、2度目の方ありがとう、おはよう、おはようございます、おはよう、もうちょっと150万ポイントじゃん、たくさんありがとう、ありがとうね100万ポイント差まで近づいた、ありがとうございます、ありがとう、たくさんありがとう、タモはエンジェルありがとう、あ、ザモの方ありがとう、おはよう、朝何食べる、朝は給食デザート、ちょっといっぱいありすぎるから消費していけますよ、写真はタモの幼稚園時代ですか、違うねこれあ、去年12月ね、全然違うね、なんかじゃあ朝にラジオ体操、ラジオ体操、あの学校のなんか授業とか以外でしたことないのよえ、あるのみんな、だって朝、夏休み期間中にやってるさ、あのラジオ体操も行ったことない行ったことないし、刑事ドラマでよく見るデスクライト、顔の近くに当てると目が覚めるやだよその目の覚まし方、ヨナキョクさんは次の、あ、次のじゃない、金のエンジェル、銀のエンジェル、私、え、どっち、金のエンジェル、銀のエンジェル、どっちよ、明日は卒園式みんな幼稚園じゃない、かい幼稚園じゃない、去年の12月よ、早いね時間経つ、もう9ヶ月経ってるってこと、給食デザートに揚げパンありですか、あり、揚げパン美味しいよね、好きだよ、初物の方ありがとう、とも、なるほど、学生時代は不良少女だったと、え、不良じゃないよ、別にさ夏休みのさ朝なんかラジオ体操なんて別に行かなくてもいいじゃん、家族全員行ったことないよ、別に行けって言われたこともないし、よくなかった、みんな行ってんのかな、行ってたのかな、私の周り配られておいたけど、あのカード担保して前に行かなかった、仕事始まる前に、あ、ラジオ体操なの、なんか一緒に、え、
夏休みのラジオ体調で被害者で、そう、一回行ったことあんのよ、公園で、近くの公園でやってるっていうから、よいしょ、行ったのよ。公園みたいなとこでするじゃん、ラジオ体操ってさ。なんか行ってみたんだけど、なんかよくわかんなくてやってるか、うん、だからもう帰った帰った私にね、集会所に集まってみんなでラジオ体操して、スタンプカード押してもらってお菓子もらえるってやつ、行ったことないよ。必須科目になったら散歩しないと怒る。そんなことなかったよ、なかった。ラジオ体操周り行ってたのかもわかんない、私の友達とか。私の家族は誰も行ったことないね二度目の方ありがとう、おはよう。ラジオ体操行かないと、行ったことないんかい、行ったことないんかい一緒じゃん。夏休み明けにスタンプカード、え、テイストがあったの、なかった、そんなの。子供の頃からぐらいとかあるんですね非国威、ニュージャンギャップなのか置いてけんとかあるじゃん。いや、配られはしたんだけど、スタンプカード言ってなかったんじゃない、周りに誘ってもらえなかった。てか、そんな話したことない、ラジオ体操の話。え、みんな行ってなかったんだと思う、きっと。そうだよ、絶対そうだよ。だってラジオ体操行ったみたいな、ラジオ体操行くみたいな話聞いたことないもん。うん、キッシーさんありがとうキングリッター、キングリッターとありがとう、ありがとうね、ありがとうありがとうございます。これで100万ポイント先行ったんじゃない、1乗っかったやつもさ。ありがとうございます、たくさんありがとうね、みんな朝早くからありがとうね、あの起きてくれた方もこの食べた時に、あ、なんかちっちゃいなちょっと待ってね、このぐらいかな。キッシーさん、キングリッターとありがとうございます、ちょっとでかすぎるか、このぐらいかな、ありがとう、あいつね、キッシーさん、キグリタタワーありがとう少し寝てた、おはようおはよう、目の前の方ありがとう、もタムが起きたらそれ行かないと、ありがとうね、みんな起きてくれてよいしょ、じゃあ皆さんそろそろ出ましょう早ティッシュ早ケラありがとう、この後もオイルのマックでしょ、行かないよマックえそうそう、ランキングもかな、13位から読みますね、ランキングよいしょ。13位、たかしさん、ありがとうございます。12位、ハマピーさん、ありがとうございます。11位、 T さん、ありがとうございます。10位、左内輪さん、ありがとうございます。9位、ワイパルさん、ありがとうございます。8位、猫まんまさん、ありがとうございます。7位、イコルさん、ありがとうございます。6位、アベシさん、ありがとうございます。5位、キヨナツさん、ありがとうございます。4位、グーフィーさん、ありがとうございます。3位、キッシーさん、ありがとうございます。2位、ヤスさん、ありがとうございます。そして1位がソロマンさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、アザハシありがとうございました、みんな来てくれてありがとう。引退さん、アールリュウイトたくさんありがとう、ありがとうね、たくさんありがとうございます。二度目の方ありがとう、たま初音もの方もありがとう。タダちゃんさん、ファンレベル12、ありがとうございます、ありがとうアザハシありがとうございました、みんな見てくれてありがとう来てくれてありがとうね、ありがとうございます。次はお昼配信、お昼配信は12時台にいつも通りぐらいの時間で一応今のところする予定だけど、あのブブさんの
病院から帰ってきたりするから、ちょっと遅れそうだったらあのまたお知らせしますね。寝るんかい？寝ないよ、寝ません。だからまあ、またお知らせすら、お昼配信するときにですかね。お昼みんな寝てたり、みんな起きたお昼を一旦ね、みんな寝るか一旦寝るか。じゃあまたお昼配信でかな。あすかゆかちゃんの声聞けたから、今日はいいことあるかも。いいことあるっていいな、みんな。じゃあお仕事ある方は頑張ってね、頑張ってください。ちょっとウブさん病院連れててくるわ。じゃあまた次お昼の配信で。ありがとうございました。またね、ありがとうね、朝早くから早起きしてくれてありがとうございます。じゃあまたね。